はい、こんにちは。札幌占い美容室早山橋の後藤です。今回も、お姉さんをやらせていただこうかなと思っているんですが、今日は何をしたいですか？カラーとカットをお願いします。カラーとカットですね。はい、カラーは何かありますか？こういう感じにしたいって。暗めで、アッシュ系が。暗めのアッシュ系、はい、ちょっと何かあったら見せていただきたいんですけど、少しアッシュバイオレット系 の、 かあの色です。はい、で、髪の毛はどうですか？傷んできたので、毛先を切ってほしいのと、あと前髪もちょっと長めなので、切ってちょっとスタイリングしやすいので。はい、で、量も、はい、熱いので、薄くしてほしいです。わかりました。やります。お願いします。お願いします。はい、ではですね、カラー入っていくんですが、今回使うカラーとしては、なんだっけ、はい、このイゴラの CPV11 という、バイオレットのカラーですね。で、うちは、まあ、あのカラー出たら絶対検証をいろんなメーカーのするんですが、このイゴラさんのバイオレットっていうのはすごくいい色が出ます。他のメーカーさんよりも断然いい色が出るので、この CPV11 っていうのを使います。で、色も結構濃いんですね。で、これ単体よりは、ちょっとアッシュっぽいのも若干入れたかったんで、このいつも僕が使うスローカラーのブルーですね、ブルー単体です。これを、5対1にしてですね、こっちが5でこっちが1です。で、ブルーを入れて、ちょっとブルー、ちょっと沈ませようかなっていう感じに使います。はいですね。カラーはそんな感じで5対1でやりました。で、早速塗っていきたいと思います。僕はだいたいこの普通のハケでまず塗らないんですね。で、なぜかと言いますと、ハケというもので塗ると横のラインが出ちゃうんですね。ハケっていうのはこう横にラインを作るんで、なんて言うんでしょう、やったところとやってないところの境目がすごく出てしまう。で、例えば髪の毛の絵を描くときに横に線を入れるとあんまり綺麗じゃないんですよね。なので髪の毛の絵を描くときには縦に線を入れた方が絶対綺麗なので、それを再現するためにはハケは一切使わず、こちらのこれで塗っていきます。で、どういうふうに塗っていくかというと、非常に簡単なんですが、今根元ちょっとね、根も金しそうな感じで僕は予測しているんですが、これで塗ればシミないっていうのもそうだし、根も金も防げます。で、後で説明しますが、毛先の方にもいいことがあるんですね。これをただ、このハケの面に合わせて塗っていただいて、ただ塗っていくだけなんで、ステムを90度にします。で、ステム90度にしたらしないとですね、結構その根元の方がムラになりやすいんで、ステム90度の状態にしますね。これを覚えるとすごい、まあ、カラーもそうなんですけど、他の仕事も全然綺麗にできるようになるんで、このジャンボ工法がかなり使えるではないかなっていうことで、僕は勝手に広めてます。で、このジャンボ工法で塗るとですね、塗っていただくと、今まあ再度で説明するんですが、毛先の方がちょっと甘めになるんですよ。根元の方にから塗るので、要は一番最初にアタックしたところが一番薬がつきますから、もちろん毛先の方が薄くなりますよね。根元からつけていくので、ということは毛先の方が薄くなるということは理にかなってて、髪の毛って根元絶対そぎが入ってたりとか生え変わりの毛があるので、根元が1000本だったら極端なことを言うと毛先がもしかしたら500本かもしれないですね、髪の毛って。なので、これをベタって塗っちゃうと、根元1000本に対して毛先500本をベタって塗っちゃうことになるんですね。で、これで塗ることによって、塗る方もまあ楽っちゃ楽ですし、毛先が根元の方に
まあ、多少千本は目立って塗ってないんでつかないんですけど、例えば根元の方に700本ぐらいついて、毛先の方を、そうですね、300本ぐらいつくかなぐらいの感じで、ちょっと毛先を全部バスッと染めちゃうと毛先が暗くなっちゃうことがよくあるんですけど、毛先全部染めない方がいいぐらいの感覚で緩めにやるんですよね。なので毛先の今の明るさを残しながらやっていくので、全体見た時に綺麗になるというような感じです。大体多いのが毛先が暗くなっちゃうのが多いんで、毛先が あえて曖昧にちょっとしとくっていうような感じですかね。ちょっとサイドで今やってみますね、どういう感じなのか。根元も後でまた塗るんで、ちょっと曖昧な感じなんですけど、でもこの曖昧さが伸びてきた時につながりが良かったりとか自然になってしまう。で、ステムをまず90度に持っていきますね。そして根元に、このように塗っていきます。で、これコームワープって言うんですけど、今5ミリぐらい開けた状態でコームを滑らしていきます。それによって裏面がついていくんですね。で、毛先の方、これじゃ足りないですから毛先の方にまた足していくんですけれども、根元のやつを毛先に伸ばしていきます。そうすると、今色を入れてますから、これよりは絶対暗くなるわけなんですよ。なので毛先の方を曖昧にしてるってことは、この毛先の色が残るっていうことなので、毛先が、まあ、物理的に明るくなるっていうような感じですね。これをハケで塗っちゃうとこっちが暗くなっちゃう。で、バランスが悪くなっちゃう。そうすると上が頭が大きく見えちゃうってことですね。なんで上を短く暗くするかっていうと、実はちゃんと理由があって、上を明るくしちゃうと頭でかく見えちゃうんですよね。なので上の方が小さく見せた方がいいから、下を毛先を明るくして A ラインになるようなカラーをするっていうのがやっぱり綺麗に見えるポイントなんで、皆さん分かんないんで多分普通にやってると思うんですけど、そういう理由もちゃんとあるんですよね。なんでそうした方が絶対綺麗に見えるんで、毛先暗くなっちゃうと上が大きく見えるっていうような目の錯覚でなっちゃうんですね。だから上が暗くて毛先が明るいと、この鉢が締まって見えるんで、日本人独特の骨格っていうのが抑えることができます。で、ここのステムをですね、ある程度上げてですね、コーヒーに90度ぐらいの上げてフォームを滑らしていきます。で、この時によく見ていただきたいんですけど、縦にこういう風に線走ってるのが分かるでしょうかね。このフォームの溝と一緒に縦に線が走るんですよ。これどういうことかというと、線で強く薬がついてるとこ、その隣はついてないとこっていうように線になるんですよね、これでやると。ということは、絵を描くときに髪の毛の縦にこう筋書きするような感じと一緒で、縦にコントラストができるんですよ。若干のもう本当に分かんない程度なんですけど、これが艶を出すように見えたりとか、そういう効果があるんじゃないかなっていう、僕は勝手に思ってやってます。で、このような感じに毛先塗るときはステムを下げちゃってもいいんですけど、このような感じで塗っていきます。で、少しちょっとね、根元なんか上がりそうで怖いんで、こういう場合は本当刃を全部入れないで先っちょだけ入れるようにして、全部つけないようにあえてします。そうすると根元の方が染まる量が減るので、ちょっと様子見の場合はそうしますね。そして毛先の方に伸ばしていきます。このような感じで伸ばしますね。今度逆側を染めます。これ白髪染めとかやってても結構白髪染めでも全然使えるんですけど、根元あんまりつけないで塗ることもできますし、僕いろいろ今試してはいるんですけど、これこのオーソドックスなやつが結構使いやすいですね。最近は他のやつも買ってみたんですけど、溝がやっぱり広すぎちゃって使えなかったりとかしてるんで、これ結構使いやすいと思います。
例えばこれがリングフォームになってると、あのもっと仕事が早くなるかなって思います。でこれステムが今90度なんで、はい、このステムに対してフォームをワープさせて、そのまま塗っていきます。今は結構最初は結構適当でというか、あのただ全体につけるんですよ、とりあえずは。でそこからまた綺麗にしていくっていうような感じなんで、まずつけます。それでタイムラグができちゃうので一回つけちゃうっていう感じで、そこからあの最後綺麗にしていくっていう感じですかね。はい、ステムを上げて塗っていきます。前髪塗るときはあのこのハケの、まあ、結構量が少ないので、前髪の場合はこの先っちょだけをこの薬を溜めるような感じにしてやった方がいいです。そうすると結構ベタってつきすぎちゃったりするので、前髪は半分ぐらいの量をつけてやった方がいいかなと思います。もう一個前髪全開することないですか？そうですね、あんまりないです。大丈夫ですか？大丈夫です。で根元はあの薬がついてないやつで、ちょっとこういう風に根元をちょっと軽く描いてあげると自然にボケていくので、それぐらいでいいかなと思います。まあ染まりづらい人はここにまた毛先に溜めていただいてやっていただければいいですけど、でここで初めて毛先の方にこう伸ばしていくというかですね。ここからあの全体を綺麗に塗っています。今度毛先の方もちょっと若干溜めながら、で最後は、まあこれ塗ったとしてちょっと動画が長くなっちゃうんで、ちょっとこれは省いてですね、で最後はちゃんとこの筋がしっかりこう出るような感じに仕上げてください。毛先までこれから塗って綺麗に整えたら、最後はこういうジャンボコームの筋がこういう風になる感じですね。これで収めて、あの縦のコントラストをこうちょっと作っていく感じです。この時にエッジを立てると、これを立てすぎると薬を取っちゃうんで、エッジは面に対して直角の状態でずっと入れていくと、あの邪魔しないでこう縦のラインが作れますんで、こういう感じですね。これを立てても寝かしてもダメなので、自然にこの状態でスーッと抜いていくような感じが一番ベストです。そういう感じでやっていただければいいかなと思いますね。とりあえず塗っていきましょう。はい、ではカットに入ります。では、カットに入るんですが、モデルさんの方が量が多いということだったんですが、意外とですねそんなに量は今多くないので、この辺はフラッティングでいけるかなと思います。で前髪がちょっと長いので、そこをちょっと切るんですね。はい、で形はこのぐらいで、この形でいいんですよ、ね。はい、伸ばしてるんですか？伸ばしてます。はい、で痛めるところ切っちゃっていい？はい、はい、ちょっと毛先の重さをむしろ出した方が似合いそうと思った。前髪伸ばす感じで切りたい。はい、はい、今日も撮影が終わりました。はい、結構ブリーチされてたので、すごい吸い込むスピードがね、色の吸い込むスピードが非常に速かったのと、濡らすとすごい質感が変わるんでびっくりしました。乾いてる時で判断してたので、かなりダメージをちょっとずつなくしていけたりですね。はい、だいぶこう、そんな極端にはね変えてはいないんですけれども、重さの位置をちょっと調節したり、まあ質感を少しフラッティングっていう技術でちょっとこうツヤ感を出してみたりとかしてみたんで、そのちょっと違いは本人が一番分かってもらえるんじゃないかなと思います。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、皆さんまた見てください。バイバーイ。バイバーイ。